どうも、おにです。今日もまたね、マレーシアで採集なんですけども、今日はね、こちらのマレーシアのな洞窟とか、その周辺のジャングルを採集するんですが、こちら、ブラックライトを持ってまいりました。こんな感じでね、紫外線が含まれたブラックライトを照射するライトなんですけども、これを当てると、一部のヤスデとかサソリって光るので、これを使ってね、今回ね、マレーシアのサソリとかヤスデを探していきたいなと思います。こうやってブラックライトを照らしながらね、森を歩いていきます。あんまりね、表に出てこないんですけどね、石の隙間とか木の隙間とかにいることが多いですね。あ、いたいた。あー、でもすぐ逃げちゃうな。やっぱり向こうにね、もういるのがね、わかるんですよ。ほら、ハサミが見えてますよね。お、いますね。はっきりわかりますね、岩の隙間にいるのが。ほら、あれです。あそこにサソリがいますね。はっきりわかります。お、サソリだ。いた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 。わかりやすい。あ、逃げた。いた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 。いました。ほら、この通り。うわ、光ってます光ってます。ほら、あ、今逃げたな。これ結構ね、ブラックライト当てるとさすがに逃げちゃうんですけど。あ、でもこれ脱皮殻か。そう、脱皮殻も光るんですよね。ほら、これも脱皮殻ですね。こういう木の隙間とかもね。あ、いた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 。いましたね。ほら、腕虫かと思ったらサソリですね。洞窟の中にサソリもいるんだ。明らかに極東サソリですって感じの見た目なんですけど、体は黒っぽくてかっこいい。極東サソリね、大体なんか黄色っぽかったりするんですけど、こいつなんかダーティーな色がめちゃめちゃかっこいいですね。大きさはね、これあんまり近くに言いたくない、怖いから。見てこの尻尾の太さ。お、またサソリがいました。またボディが黒い極東サソリっぽいけど、手が赤いですね。かっこいいですね。おー、洞窟のこの壁の隙間に、わかります、あれ雲が出てますけど、あれタランチュラですね。結構ね、タランチュラっていろんな穴を利用して生息してるんですけど、これ洞窟の自然でできた穴とかも利用するんですね。お、でっかい玉やすでだ。茶色いですね。メガボールほどじゃないけど、まあ、メガボールよりは大きくならないけど、結構大きめの玉やすでですね。いいですね、これね。ゲット。いい玉やすでが。こっちにも。いいね。はい、ゲット。ヒルだ。すごいカラフルで独特な色合いをした、郊外ビルの仲間かな。大きさはそんなに大きくないですね。あ、でっかい大ゲジがいますね。なんか日本のやつより全体的に黄色っぽい感じがしますね。うん、暖色系ですね。お、洞窟内に綺麗な蝶々が止まってます。これ外に面した洞窟なんでね、外からやってくるんでしょうけど、むちゃくちゃでかいアリがいますね。これわかります、これ人差し指ぐらいのサイズですよ。ギガスオアリってやつですね。うわ、こっちの兵隊はさらにでかい。これ見て、これやばい、怖い。噛まれたらやばいだろ、これ絶対。ほら、こんなサイズですよ。でっか。うわ、すごい数が上にいる。この木の中が巣になってるみたいですね。この木の根元に入り口がある。あ、一生懸命今土を運んで巣を作ってるな。こいつらはなんか顔がちっちゃい働きアリですね。ちょっと捕まえたいですね。でも怖いんでこれでいきます。よし、ゲット。ほら見てこれ、すごいサイズ。このアリね、毒針はないんですけども、もう顎の力が強すぎて、まあ、噛まれると普通に切れて血が出てしまうらしいんで、あんまり素手では触りたくないですね。あ、いました、腕虫です。え、でかいぞこいつ。
でかいし、なんか色が普通のウデムシより白い。なんかおしゃれな色してますね。かっこよ。いました、なんか上の方に。捕獲を試みます。はい、ウデムシです。足の長さ含めるとだいぶでかいぞ、これ20センチは全然ありそうだぞ。うわー、立派なウデムシです。お、いた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 。あ、はいやーい、行っちゃった。あ、いたいた。ほっ、よし、ゲット、ゲットしました。やったー、ちっちゃいけど俺もゲットしましたよ、ウデムシ。あ、向こうにいますね、一匹でかいぞ、あいつも。でもちょっと遠すぎて難しいな、これは。やっぱりウデムシはね、だいぶ陰気な性格なんでね、表に出てるのはごく少数ですね。基本的にはこういう岩の隙間なんかにいます。向こうにいるんだけど、わかるかな、あれ。わかんないよな。ちょっと枝を突っ込んでおびき出すしかないな、これは。あー、奥行っちゃった。いた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 。あれ、どこ行った。シュッシュッ。ほっ、よし。はい、ゲットしました。いた、腕虫。ああ、ちょっと表におびき寄せないといない。行っちゃったな。いた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 。いいの、いた、でかいのいた。あ、早い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 けど逃げ場はないぞ。よし、ゲット。あ、怒ってる怒ってる怒ってます。よっしゃ、はあ、ゲットしましたよ。そこそこいいサイズ、かっこいいですよね。俺最初はね、腕虫キモいと思ってたんですよ。ちょっとおどろおどろしいし、キモすぎると思ってたんですけど、だんだんそのキモさがね、癖になってきてね、かっこいいになってくるんですよね。キモいとかっこいいは結構表裏一体だと思ってます。いたいた。あー、逃げた。うわー、今まさに脱皮中のウデムシがいます。この岩の隙間でぶら下がって脱いでるんだね。脱皮してます。脱皮したては白いんですね、ウデムシもね。